かに天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声、すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。雷帝に相対する者がこの地上に現れる。一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのは、むしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えれば、あなたは永遠から最もかけ離れた存在であれば、私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。あくまでも世のために永遠の道を歩んでいく。そう、そんなことも知っているのですか。まあ別に構いません。大方私の意志を動揺させる隙を探っているのでしょう。
いいでしょう。永遠に背くもの。あなた。願望の膨張は破滅をもたらすでしょう。リオナが特製ドリンクじゃ。遅い。万雷をもって葬り去りましょう。失礼。桜吹雪。やっ。無礼者。やっ。やっ。あなたは永遠の礎にしてあげる。おいよっ。あ、来た。あ、よっ。来た。非常さーい。おい。お。動くべきだ。この剣は我が。外交。永遠の土を照らす。それ。万雷をもって葬り去りましょう。はっ、へい。あ、まずい。捕まえたにゃ。遅い。あなたは本気で退治する敵です。万雷をもって葬り去りました。踊りなさい。終わりだ。まさか。それ。はい。捕まえたにゃ。遅い。隠れる術はありません。やっほー。失礼。立った。不安定な要素は取り除く必要がある。遅い。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算です。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいるが、彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがよ。メガリレーを廃止してほしいです。
できませんね。万物を断ち切ります。おい、はい、反省しなさいよ、バラッカ。踊りなさい、取った。この世はまるで影の表現のチャンス。ああ、魔王儀、この剣はわかるかい。おーや、飲みすぎだよ。雪を前、やっ、神里流透明さ、何時の負けじゃ、エイ。はあ、ええ、私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。永遠、そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがる全ての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの自責は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失った者がこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬであれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。
未来永劫変わることのない永遠。私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは、汝の約束などではなく、汝の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は百年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ、彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は汝にとって、あまりにも残酷すぎるぞ。私？汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間、ここで一人、寂しかったじゃろう。しかし、これは必要なことで。前へ進まなければ、逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながら、その時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ。わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは汝の一心浄土、汝の内なる世界であれば、もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわに会えて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありません。わらわにはあるぞ、数え切れぬほどの話が。数百年もの出来事を話すなんて、どれ。千個の記憶力はいいんじゃ。数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから、話すのにも数百年かかるじゃろう。ミコ、実はもう、こうして会うことは二度とないと思っていました。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚きでもあります。やっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく、子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意志に従って、メガリレーを廃止しましょう。しかし、永遠について、この国が果たして前へ進むべきかどうかについては、最初から最後まで子供じみていたのは何時の方じゃったな。その後、ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いたとき、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。ある願いは、たとえそれを持つ者の身が滅び、
魂が天に帰ろうと。生まれた時と変わらず。真摯に熱く燃えゆく。そう、英雄。